国道128号の越当交差点です。あちら側はね、横断歩道あるんですよ。なぜかこちら側だけ横断歩道がなくて地下道がある、どうしてこういう風なことになったのかよくわかりませんけどね。という内容の動画を先日公開させていただいたのですが、思いがけず地元の方から情報をいただきました。どうやら国道が4車線化される以前は地下道の箇所には歩道橋があったそうです。ということで昔の航空写真を見たところありました、ありました。そしてついでに周囲の様子を見てみると、いろいろと面白いことがあったり、忘れていた値段を思い出したり、あとついでにあっちはどうなっていたっけなんてことを知って小一時間過ごしてしまいました。で、今回の動画では普段自分がどうやって過去の資料を使っているかとか、ネタ集めをしているかということを、この越当交差点周辺の様子を調べた過程を通して説明してみようかと思います。ということで、よかったらどうか最後までお付き合いくださいませ。とりあえず教えていただいた国道128号越当交差点の歩道橋があった頃の写真を見てみましょう。国土地理院の地図空中写真閲覧サービスを利用します。昔の様子を見てみたいときは、とりあえず1970年代半ばに撮影されたカラー写真から見ていくのがおすすめです。撮影した高度が低かったのだと思うのですが、解像度が高くて見やすいです。房総近辺は1970年12月から翌75年1月頃に撮影されたようですが、全国の他の地域でもこの前後の時期に同じようなクオリティの航空写真が撮影されたようです。さて行きますよ。まず地図から場所のあたりをつけます。この1975年1月撮影の CKT7413-C35B-8 が良さそうです。クリックするとプレビュー的な画面が現れます。そして左下のコンテンツ操作の高解像度表示をクリック、別ウィンドウが開いて高解像度の航空写真が表示されます。左上のプラスマイナスボタン、またはマウスのコロコロで拡大や縮小ができます。越当交差点付近を拡大すると、本当だ、可愛らしい歩道橋がありますね。それにしても交差点の周囲、笑っちゃうぐらい何もないです。いや、何もないというのは言い過ぎでした。でも山沿いに民家があるぐらいで、あとはひたすら農地が広がっていたようです。ちょっと最近の写真と見比べてみましょう。先ほどの画面から今度は2016年11月撮影の CKT2013-C1-17 を選びます。はい、どうでしょう、違いは一目瞭然です。現在越当交差点の南側にはカインズホームやニトリといった大規模店舗やレストラン、車屋さんなどが立ち並んでいます。また住宅の数も全然違います。なんだかまるで浦島太郎気分になってしまいそうです。あれ、浦島太郎って確か竜宮城に数百年いたということになってましたよね。でもたった50年でも浦島太郎になれそうです。まあそれはともかく、再び先ほどの1975年1月の写真に戻ります。で、今度はちょっと南に目を移してみましょう。川がありますが、これは阿久川という一宮川の支流です。国道から東の下流側は綺麗に護岸整備がなされていますが、西の上流方面は植物がもじゃもじゃ生えて、何が何だかわからない状態になっていますね。ですが現在ではこちらも綺麗に護岸工事が完了しています。それから当然なのですが、車線が倍になっているので、ここにある橋も現在では架け替えられています。当時の名前は分かりませんが、現在ここにかかっている橋は豊田橋と言います。この現在の豊田橋ですが、実はちょっと謎な点があります。というのは、橋桁に備え付けられた銘板、橋歴板と呼ぶらしいのですが、それには1986年3月と記されています。ですが欄干に設置された銘板には昭和62年、つまり1987年の3月と記載されています。1年ずれていますね。ちなみにこの件は自分で現地に行った時に気づきました。で、実際の完成時期はいつなのか、これを調べるのは全国旧地図というサイトを利用させていただきました。こちらでは全国のトンネルや橋梁、副道、ため池などの情報を閲覧することが可能です。比較的新しいサイトですが、普段から大変お世話になっています。で、この全国旧地図さんで豊田橋を見てみると、完成年度が1986年となっています。ただこれは年度のようなので、3月だとすると1987年の3月ということになるのでしょうか。なんだか分かったような、分からなかったような気分ですね。まあこの辺りはネット上の調査の限界でしょう。それからもう一つ注目なのは、上下線が別の橋になっているらしいということです。これはびっくりしました。この橋を普通に眺めてみる限りでは、特に上下線別々の橋という印象はありません。ひょっとして一見すると一体化しているようですが、実は構造上は2本の別の橋ということなのでしょうか。下から見てみれば何かわかるかもしれません。これは折を見て現地に行って再調査してみたいですね。さて、航空写真やら現在の地図やらを眺めていると、今度は別のことを思い出しました。そういえばこのそばにすでに開削されたトンネルがありました。実は随分前に何か痕跡が残っていないかと見に行ってみたことがあるのですが、全くそれらしきものは残っていませんでした。ということで、今度は歴代の航空写真で痕跡を追ってみることにします。まずは場所の再確認です。
こういう時に役立つのは埼玉大学の谷健二先生が開発し公開している今昔マップです。現在から過去にかけての各種地図を比較閲覧できます。ソフトウェア版とウェブ版がありますが、自分は普段ウェブ版を利用させていただいています。こちらもこれなしな商売上がったりだぜと言いたくなるほどありがたいサービスです。さて、左の画面は昭和21年発行の5万分の1地形図茂原、右は現在の地輪地図です。左の地図にトンネルのマークがありますね。マウスカーソルを当てると右の現在の地形図でも同じ場所がわかるようになっています。そうそう、ここでした。緩やかな坂道で一応峠とも言えなくもないような場所ではありましたが、言われなければトンネルがあったなんて思いもしないような場所でした。まあそれはともかく、次は航空写真で確認です。そうそう、その前に今昔マップの数少ない弱点の一つなのですが、古い国土地理の地形図の画質がいまいち良くないんですよね。そんな時、昭和初期頃の地形図に関しては保管してくれる存在があります。終戦直後、米軍が接収して本国に持ち帰った地形図が現在スタンフォード大学によってネット上で公開されています。5万分の1地形図と2万5000分の1地形図があるのですが、その両者で日本のかなりの範囲をカバーしています。今昔マップに収録されていない地域の地形図もありますので、この動画をご覧になっているほとんどの方が恩恵に預かれるのではないかと思います。高画質の地図をダウンロードすることも可能ですので、よかったらご利用されてはいかがでしょうか。さて、では航空写真のチェックです。とりあえずまた1975年の写真から見ていきましょう。先ほどの写真の左上付近ですが、画面の隅なのでここでいいのかちょっと確信が持てません。では別の構図の CKT7413-C35B-7 を見てみましょう。トンネルらしきものは見えません。というか付近は全てオープンエアの道になっているようです。そしてやっぱりこの白いところが地図のトンネルマークの場所、かついかにもオープンカットしましたよという雰囲気の切り通しになっているようですね。そうそう、確かに切り通しっぽくなってはいますが、今ではこんなにはっきりとはしていません。確かもっとぐしゃっとしていたような印象があります。おそらくこの写真が撮影されたのはトンネルが開削されてからまだ間もない頃だったのでしょう。ではもう少し古いものを。今度は1970年4月撮影の MKT705X-C3-20 です。わからない、もじゃもじゃしていてトンネルがあるかないかは不明です。ですが木が生えている場所が明らかに1975年より多いですね。あくまで推測になるのですが、この時はまだトンネルがあったのではないでしょうか。となるとトンネルが開削されたのは1970年から75年の間ということになるかと思います。なおこの開削されたトンネルはボラ坂トンネルといったそうです。このトンネル名確認の根拠となった資料は茂原市教育委員会発行の写真で見る茂原風土記シリーズ17トンネルの話という本です。編纂に際して現地での聞き込み調査などもなさったようです。若干の漏れや不正確なデータもあるようですが、全般的には非常に参考になる資料です。君津市や富津市でもこのようなものを発行してくれると非常にありがたいのですが、まあないものねだりをしても仕方ないですね。といった感じで、腰当て交差点にかつて歩道橋があったという情報をいただいてから小1時間自分はこんなことをして過ごしました。普段こんな調子で次の探索や動画のネタになりそうな場所をチェックしたりしているというわけです。たまにどうやってこんな場所を調べているのかというご質問をいただくのですが、それだけ漠然とした質問は申し訳ないですが、正直ピーだと思っています。このように自分で興味を持っていろいろ眺めて実際に行ってみて調べているとしかお返事のしようがありません。せめて古い地形図はどこで見つけているのかとか、開削したトンネルはどうやって探しているのかなどの聞かれ方をされればお返事のしようがあるのですがね。まああと世の中にはこうやって調べたことを教えると、しっかり自分で発見してもう少しで死にそうな大冒険をしたかのようなふりをするなんて人が、まあそれはいいや。それから最後になりますが、このナレーションの原稿を書いていた時に初めて知ったのですが、先ほどご紹介した今昔マップを開発された谷健二先生が今年の8月にお亡くなりになっていたそうです。まだ50歳とお若く大変に痛ましいことです。謹んでご冥福をお祈りいたします。ということで今回の動画は以上になります。今回も最後までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。